おはようございます。私は、成長の絵本部講師の角見広之です。第4回目の本日は、谷口松信成長の絵総裁の著書、宗教はなぜ都会を離れるかをテキストにして、人と自然が調和した生き方をというテーマでお話をいたします。まずテキストの291ページから引用いたします。地球環境が、 だいぶまずい状態になってきている。それを示す現象があちこちに見られるということは多く報道されているので、皆さんも十分感じていらっしゃると思います。今年は夏に伊豆大島に大きな台風被害があり、たくさんの方が亡くなりました。それから先ほども話がありましたように、現在世界の注目を見ているのが フィリピンの冷徹を襲った台風30号です。引用を終わります。この文章の中にある、現在とは3年前の平成25年のことですが、この時は伊豆大島で大きな台風が来襲し、多大な被害も出ました。その時のフィリピンの台風30号は、今までないような最大瞬間風速が 90メートルももななる強大なものでしたそして死者は6,000人以上、避難民は400万人、被害額は約1,000億円という甚大な被害をもたらしました。フィリピンは、その前年にも巨大台風に襲われ、大きな被害が出ていますが、年々台風が巨大化しているのです。さらに世界各地では、今まで発生しない地域でも、大嵐が発生しています。 例えばブラジルでは2004年に初めてハリケーンがやってきました。2005年にはスペインにも初めてハリケーンが上陸し、2007年にはアラビア海でサイクロンが発生し、オマーンとイランが初めて火が受けました。2008年にはミャンマーに初めて台風が上陸し、9万人の方が亡くなられました。このように大嵐の分野でも かつて経験したことのないようなことが世界中で起こりつつあるのが現状なのです。日本でも異常気象が発生しています。昨年は豪雨で茨城県の木絹川で堤防が決壊し、家が流される乳製造は大雨の破壊力を目の当たりにしました。また広島では豪雨による土石流が発生し、大きな被害となりました。 その他気象の報道では、これまでに経験したことのない大雨、何十年ぶりの大雨とか、観測史上初といった言葉が頻繁に出るほどの集中豪雨が続いたりしました。さらに2年前の6月のことですが、東京にいる妻から連絡が入りました。今大きな氷が降ってきた、あたりが真っ白になっている、と画像も送ってくれました。結構大きな粒でびっくりしましたが、 ニュースで見ると、家族の住んでいる地域は、氷が降り積もり、夏なのにまるで冬に雪が降ったような状態になっていました。こんなことは初めてです。その要因について、テキストの295ページから引用させていただきます。残念ながら、現代の多くの国々では、経済発展によって、こういう地球規模の問題の何かが解決すると考えているようです。 従いまして、これからもほとんどの国が経済発展を目指すでしょう。するとさらに地球温暖化が加速するということになり、さらに自然災害が深刻化する。自然災害と言いますが、こうなるとほとんど人災に近いです。引用はあります。現在の異常気象は、その原因が経済発展による地球温暖化というのです。 現在の地球文明は、石油、石炭などの化石燃料の消費により、温暖化ガスである二酸化炭素を大量に排出しています。ところが、それを吸収する森林を伐採するため、ますます温暖化は加速しています。そして、気温が上昇すると、大気中の水蒸気が増え、大雨や巨大な台風が増えてくるのです。そして災害が発生する。 ですから近年の自然災害は人類がもたらした人災と言えます。そしてこのままでは人類全体の命にも関わってくると予想するイギリスの科学者ラブロック博士は警鐘を鳴らしています。そのことについて今回のテキストではありませんが谷口正信総裁谷口淳子白畑会総裁の協調森の中へ行くの116ページから引用いたします。 ラブロック博士は、自分のことを楽観的な悲観論者と呼ぶ。その理由は、人類は結局死滅しないと思うからだという。しかし犠牲者の数は、想像はるかにしのぐ。地球の平均気温が、今世紀中に二度上昇すれば、大量の人間が死んで、10億人かそれ以下の数しか残らないという。現在の世界人口は、約65億人だから、 6分のの以下に減ってしまううというのだ。4度の上昇では現在の十分の一以下に減少するというこの主な理由は食糧不足だそうだ。引用を終わります。皆さん驚きです。自然災害ではなく食糧不足で人は生きていけない状態が出てくるというのです。確かに世界の作物生産量は頭打ちになっていますし一方人口は爆発的に増加しています。 世界では、現在も十分食料ない人が8億人もいて、そして餓死する人も毎年数千万人もいると言われています。しかしこのまま温暖化が進むと、もっと大変なことが起こってくる。温暖化の影響で作物の収穫量が激減し、人類存亡にもかかる大きな問題になってくるというわけです。そうなる前に、何とかしてこの温暖化を食い止めなければなりません。 このことに対する私たちに必要な態度についてテキストの301ページから引用します。自然破壊は人間と自然とが利害対立するバラバラの存在だと考える迷うの産物です。自然と人間は本来一体であるという実相をもっともっと人々が強烈に意識しなければならない。引用を終わります。私たちは自然と対立する存在ではない。 本来自然と一体なのですから、もっと自然を礼拝し、自然に感謝して、自然に課されていることを日々感じて生活していくことが必要なのです。その実践として、奈良教区の聖少年連成会では、大事な恵みに感謝する行事を奈良県立八田自然公園で行いました。連成会とは、合宿して成長年を教え学び、実践するすごいのことです。 まずそこでは、大自然の命を感じるため、おもちの聴診器を持って、木の鼓動を聞きます。私たち大人にはほとんど聞こえませんが、耳の良い、感性の良い子供は、聞き取ることができるようです。聞こえたと聞くと、聞こえたゴーとか、ドクドクって言ってたよ、と目を輝か,か,かせて言います。次に木に手を当てて感謝します。いつも酸素をくれてありがとう。 二酸化炭素を吸ってくれてありがとう。こう言うと、目の前にある木が、私たちを生かしてくれる大切な存在と思えるようになってきます。また途中、木の表面に、コブの塊ができた病気のような木にも出会います。そういうときには、皆で合唱して、実相円満完全、実相円満完全と十回くらい言います。成長の家では、あらゆるものの本当の姿、実相は、 円満で完全であると考えます。それを言葉で実相円満完全と人に対して表現するのです。木の生命も神の生命のあられだから人と同様に行ったのです。すると子供たちは木に喜んでもらえたと嬉しそうに言います。やはり木の命も人の命も一体なんですね。この病気の木は聴診器で聞いても 初はじめ鼓動がなかなか聞こえなかったと子供たちは言いますが、この実装円満商業した後は、この鼓動が聞こえてきたというのです。みんなの祈りで元気を回復してきたんだね。というと、子供たちはとても喜びます。私たちの大人も人の一体感を増していきます。その他、花を見つけ、きれいに咲いてくれてありがとう。と声をかけると、どういたしまして、と花から返事が返ってきそうな感覚にもなります。 虫が花に止まっても、お花に受粉して身をつけてくれてありがとう、と感謝の言葉をかけますと、与え合う世界を感じていきます。さらに大空に浮かぶ雲を見て、雲さん雨を降らしてくれてありがとうございます、と感謝します。こうして公園もりながら、大地に感謝していくと、私たち人間は大地に生かされて愛されている、一体であるということが感じられていきます。大地に感謝し、 地球環境に少しでも貢献しようと、私は最近自転車通勤を始めました。それまでは主に自動車を使っていましたが、その分だけでも二酸化炭素の発生を減らすことができると思うという喜びです。通勤約6キロ走るのですが、実はいろいろな発見がいくつもありました。まず、風を感じます。心地よい風を全身受けて、自転車をこぐと気持ちいいです。また、道路はところどころ、 田んぼ道もあり、虫が飛んできて、身体に当たります。こんな経験は、自動車や電車通勤ではありません。また、田植え、稲刈り等の季節の移り変わりもよくわかります。途中、池もありますが、そこで水鳥が泳いでいたり、またカワブが飛んできたりします。池の向こうの木々には、鳥もたくさん止まって泣いている。その声が聞こえてきます。さらに目を上げると、 遠くの山々や、とみどりの濃さ、空の青さ、雲の機械など、自然をいっぱいに感じます。また、こんなこともありました。両脇が池の小さな道で、前の方を亀がゆっくり歩いているのです。そこでじーっと待っていましたが、その時、急がなくてもいいよ、ゆっくりね、なんて思いを亀に投げかけているのです。亀と自分が交流しているのです。 かむとめがあったわけでありませんが、心が通じている感じになりました。こんなことは、自動車で走っていたら味わうことはできません。気がつかずに引いてしまっていたかもしれません。また自分自身の体調も良くなってきました。汗もかくし、余分な脂肪も取れて、身体もすっきりです。身体に筋肉もついていきました。地球環境のために始めたことが、 かえって自分にいろいろと与えられたことに驚きと感謝でいっぱいです。やはり自然と人間は一体なんですね。さらに少しでも二酸化炭素削減になると、携帯用太陽光パネル、ソーラーチャージャーを購入しまして、毎日日の当たるところで発電充電しています。大きさはタオル一回りほど大きくしたもので、三つ折りに指定できます。一日充電すると、スマホを携帯の二台分は賄えます。 私は通勤時、カバンの後ろにつけてそれを背負って自転車に乗っています。通勤時間20分はそのまま太陽光パネルの充電時間にもなれます。自転車で二酸化炭素を出さない通勤、そしてさらに発電・充電してその分の二酸化炭素を削減できる一石二鳥にもなっています。先日は成長の絵の進路を学ぶ集会で講和するために片道二十何キロのところまで これを背負って自転車で行きました。以前の自分なら自動車が電車を使っていましたが、意識の変化です。身体も十分ついていけますし、何より大自然と触れ合いを感じながら、また充電もできるんですから、こんな嬉しいことはありません。大自然も喜んでくれている感じがします。また、大自然の恵みを感じ感謝するために、家庭サインを始めました。5月の終わり頃、近所の畑の一部を借りまして、 苗を植えました。ナスを5本、ピーマンを3本、シシトウを3本です。ところがこのとき雨があまり降っていなく、畑は乾燥していました。そのときは水をあげましたが、ぐ日から1週間ほど、苗の根がつくまで、毎朝、夕と水をあげねばなりません。自宅から自転車で20分ほどのところですが、これは少し手間がかかるな、とも思いました。 ところがなおウエーター晩久しぶりに結構な雨が降りました。翌日も雨なので、もうその日には水をあげる必要はありません。この時、雨はありがたい、と今までにない感謝が湧いてきました。今までは雨が降ると、鬱陶しいなと思っていましたが、とんでもありません。雨が降らなかったら、タクモースは育たないし、第一飲み水もなくなってしまいます。家庭サインを始めて、雨という自然の恵みにも 感謝が深まりました。この雨、二三日続きまして、結局水やりはしなくて済みました。そして一ヶ月ほどすると、大きな立派なナスがいくつも実りました。そのナスは、その日教科部であった、夜祭りの備え物として奉納いたしました。嬉しかったです。早速炒め物としていただきましたが、身がしっかり詰まっていて、美味しかったです。 こうしていろいろと地球環境に良いこと、大自然に感謝することを始めてみると、この世界は神様の愛の世界だとの萌えが深まってきました。天候で考えると適当な雨は畑に酔い、晴れると太陽光パネルで発電充電できる、どちらも感謝です。すべて神様の愛、恵みを感じます。そうことについてテキストの89ページから引用します。 すべての人々の生命が我が生命と一体であるだけでなく、すべての動物、植物の生命とも私は一体であるから、すべての動物、植物に対しても私は愛を感じるのである。それゆえに、いかなる動物からも害されることはないのである。引用を終わります。私も素早かな体験で、すべては一体が感じられてきました。今では都会で住む人が多くなり、自然と触れ合う機会も減って、 自然との一体感を感じることも減ってきています。それが自然との一体感を減少させ、逆に対立を生む要因ともなっていますが、それでも意識して取り組めば十分可能と考えます。地球温暖化による集中豪雨、巨大ハリケーン、それに伴う甚大災害、さらにはこれから先に起こるかもしれない地球規模の食料不足という大問題、 その解決のために、自然と人間が対立する生き方から、自然と人間は本来一体であるという本当の姿を力強く広めていくことが必要です。それにはまず、できるところから私たち一人一人が実践して広めてまいりましょう。以上、四回にわたりましてお話をさせていただきました。お聞きくださいましたことに心から感謝申し上げ、終わらせていただきます。 はい、奈良教区教科部長の角見宏之と申します奈良に来てウエスト13センチ弦メタボが解消されました、はいえー、通勤自転車使っております、えー、家庭サインを始めましたそれから、えー、これぐらいの 小さいソーラーチャージャーを使って充電発電充電して携帯スマホはそれで済ましております成長の絵をもっと知りたい方はぜひお近くの練成会においでください